いやゴルチケだったらマジですごいね。本当にすごい。すごい。マジで。マジですごい。でもまずトップ8行ってほしいよ、ね。あのビンゴだけ。会議ビンゴ会議ね。ビンゴ。全国だけ。通称ビンゴ。罰がなんか前あったね。罰が6個ね。こういう総当たり戦のためにも丸とか罰がつく、うん、勝ったら。全敗すると罰が全部並んでビンゴって言ってマジでビンゴいじりがあったんだ。あれやばいよ。よくない、よくない、本当によくない、よくないやつだからね。よくないんだけど、マジで俺だいぶ失礼だね。俺一回やったよ、でもビンゴマジ。俺二回そのトップ30に入ったことあるんだけど、一回はぬるい、ぬるいブロック入って惜しくて、で、もう一回はもうマジのなんかモルテン、あ今回同じグループのアリーと、もう一人めっちゃ強いやつがいて、ビンゴ、06ビンゴ。外気 VS ルベン。違う、スキがやばい、スキがやばい、外気逃げろ。いいよ。よし、熱い、ビンゴ回収から外気。結局俺が見てんだ。頑張れ。いや、やばい。あーずわーん、ちょっと、その状況、やばくない？あれ？あずわっ！やばい、雷気が。いやこれね、メンタルやばそう、普通に雷気雷気、俺悔しいよ雷気。いやでもミスだと思う。そう、逆算で僕らのシンガロケットしたワインターゲット、さあ僕らの一発、そして2発入っていきますよ。3発、いやこれねじ込みましたね。さあここマイティーディガーに対しては、うん、ローリングとだけで防衛、素晴らしい防衛見せますライキジョン選手。さあ残り1分。さあこれ逆線でホグライダー、そこに出したロケット砲し、マイティーディガーでダメージを抑えてカウンターに下げていく動き。ここでホグライダー、さらにアースクエイクまで打って進化ロケット押しも処理、素晴らしい処理です。こちらさあロケット押しのダメージがタバーに入ってきます。さあアースクエイク、防衛すぐ回っていない、ホグライダー、うん、一発あやらず。さあ防衛クエイク相手に使わせました。ライキジョン選手チャンスです。アイススピリット、マイティーディがホグライダー行こう、攻めようとしますが、インフェルノタワーに釣られてしまう。さあ、残り時間的にこれは GG。ライキジョンズ選手、ビンゴです。外気はな、こういう時でも笑える強いやつなんだ。ラットの顔だけ見に行っていい？ラットどんな表情してんだろう。あ、ライキさんビンゴやないっすかーって言ってんのかな。お、やばい、そのロケコ、ライキさん、ライキさんやばい顔してる、やばいやばいライキさん、ライキさーん、もみくちゃにされてるよ。いやー、縦線さいよ、ちょっといいな、このやっぱ鬱陶で残るから、縦線アイスピで何でも守れるみたいなね。
やーこのダメージひっくり返すのはね限界突破しかないです。これウッド、いやーこの縦線、いやー最初のね橋前ロケコがこれはさすがにルーベンが突破か。いやー素晴らしい。いやー惜しかったけどね、惜しかったけどね。ちょっとライチさんの気合を見たい俺は。いやでもな、一回こんなねもうみんな見てて普通にきっちりだろうな。うわ馬取る、やばい、うろい、強すぎる。